和也が死んだ。その情報の信憑性は。帰還を果たしたナノちゃんからの報告です。そうか。詳細な経緯は報告書に。わかった、後で読んでよ。それでこのことを他のエンジェルたちには伝えました。大丈夫そうかい？いいえ、報告時の動揺はかなりのもので、正直副長とノアさんがいなかったら私一人ではあの場を収められなかったと思います。今彼女たちはどうしてるのかな？進軍体制が整うまで体を休めるよう命令しました。行動制限はしていません。うん、待機としなかったのは正解だね。いい判断だったと思う。ここはい、辛い仕事だったな。いえ、次は、あ、ランティさんのところの。あれ？いけない。天国にはその惜しき狩りをよ、火にかける豪華をここに導け。我が魂の怒りに応え、全てを焼き尽くす怨気をもたらせ、イグニス・サラマンドラ。天国に眠る凛々しき漂流よ、月に挑みし豪雪をここに誘え。我が魂の嘆きに応え、全てを焼き尽くす冥気をもたらせ、グラキエス・レバイアさん。Go!
艦長よりエンジェル隊に通達。ブリーフィングルームに集合。以上。なのなのが来ないか。呼び出します。いや、このまま始めよう。ノア。わかったわ。それじゃ敵の状況からこれを見て。現在セントラルグローブ周囲にはウィルカンが規則的に配置されているの。ピンとくると思うけど、魔法陣を形成してるってわけ。3ヶ月前ジュニエブルが合体艦に使った魔法と同種のものとのこと。ではセルダールの協力を得てリリーさんの嫌疑で総裁できるんでしょうか。答えはノー。キャラウェイの見立てによると、ご丁寧にも改良済み。現存のセルダール騎士を全員集めても、おそらく解除できないそうよ。加えて、今表示したものの総数は4095。敵に操られたプディングシリーズね。補修要因と見て、まあ間違いないでしょう。では、敵のダメージが回復するということですか？十分に考えられるわ。かなり厄介ですね。そしてこれがセントラルグローブの内部エネルギー分布状況。中心に向かって伸びている時にどんどん溜め込んでる。輝きが消えたのはそのせいね。すでにセンサーでは計測不能よ。そうなる前のデータから推測値を求めると、現段階でクロノブレイクキャノン12億発分ってところかしら。え？笑っちゃうわよね。悔しいけど、奴らの言っていることは本当かもしれない。 いえ、本当なんでしょうね。起こすのよ、ビッグクランチを。でなきゃこんなバカみたいな事象説明がつかないわ。認めたくないけど、グレンの剣に刻まれてた文の通り、光の月はセントラルグローブ、英語に回帰はビッグクランチのことなんでしょう。とにかく何が何でも止めなきゃならないわ。エデン軍にアライアンスを含むノイエ連合軍、そして UPW からは機関としてルクシオール、総力戦よ。全員気を引き締めていいわね。了解。それじゃここでエンジェル隊の臨時隊長を紹介するわ。臨時隊長ロゼル、入りなさい。見ての通り、ロゼル・マティウスよ。みんな、
よく聞いて。ロゼルの体はこの私が責任を持って隅から隅まで調べ尽くしたわ。どこにも異常はなし。ウィルとの因果関係は認められなかった。彼はロゼルよ。そして今ウィルを最も知る存在でもある。だから私は司令官としてエンジェル隊臨時隊長に適任と判断。ここに任命するわ。素直には認められないだろうけど。その通りなのだ。認めないのだ。ナノちゃん。ナノナノ。おかしなのだ。やめなさい。いえ、いいんです。当然のこと。ナノナノは許せないのだ。すまない、僕がウィルにつけ込まれたばかりに。隊長なんて冗談じゃないのだ。こんな大きく振りかぶったビンタを避けられない奴はロゼルのわけがないのだ。お前はヘレア、ウィルのヘレアなのだ。ちょっと、いくらなんでも言い過ぎよ。正真正銘のロゼルなんだから。構いません。どう言われようとも、どうされようとも、ナノナノ、気が済むまで殴ってくれ。罵倒してくれ。わかったのだ。なら言わせてもらうのだ。ごめんなのだ。え、わかってるのだ。ロゼルが本物なことちゃんと理解してるのだ。でもこうしないと気持ちが整理できなさそうだったのだ。本当にごめんなのだ。なのなの。タクト。ノア。ココ。タピユ。みんな。そして、ロゼル。遅れてごめんなのだ。ナノナノプリング、もう大丈夫なのだ。そう。なら席に着きなさい。続けましょう。ブリーフィングよ。すでに言った通り、セントラルグローブは魔法による強固なシールドで覆われているわ。これは複数の魔法陣による防御魔法の複合体。よってその一角を崩し穴を開け、内側に侵入、直接本体を叩く。これが本作戦のあらまし。続いて具体的な攻撃ポイントだけど、一応護衛が最も手薄な場所を選んだわ。これがミッションエリアのスキャン結果。障害物はなし。ルクシオールおよび友軍は突入時この位置になる予定。対して敵艦はこの位置に巡洋艦。そしてこれらが魔法陣を構成している新型艦、鬼人艦とでも言ったところかしら。敵の配置状況はこんな感じね。例によって生命反応はなし。全て無人の自動操縦艦ってこと。とにかく敵防御魔法の切り崩しが要よ。よってミッション目標は鬼人艦の全滅。以上。戦闘指揮は臨時隊長であるロゼルがこの船から行うわ。ちなみに特進されてた階級だけど、本人の希望で元に戻したの。
今はまだ少尉よ。みんなよろしく頼む。はい、頼んだぞ。命は預けたのだ。期待しています。任せたからな。何でも言いつけろ。ありがとう。ロゼルさん、私とあの人どちらで戦いましょう。そうか、わかりました。受けたまわったわ。頑張りましょう。いいわね。リククランチなんて起こさせるわけにはいかないのよ。全宇宙が無にキスなんてことがあってたまるもんですか。必ずそうしなさい。ルーンエンジェル隊。了解。なんだ。それじゃあナノナノを除きパイロットは全員紋章機内にて待機。解散。なんでナノナノだけ。ロゼルとあんたには口止めが必要だからよ。口止め？カズヤのことですね。え？彼はセントラルグローブの中に残ったままだ。この作戦が成功し本体を攻撃したとしたら。そう、カズヤにも影響があるわ。でも作戦が失敗しビッグクランチが起こったらみんな消える。この際だからはっきり言うわ。カズヤの亡骸のことは忘れなさい。そして他のメンバーには口外無用よ。理由はわかるわね。テンション、すなわち機体性能に影響するからです。その通り。万が一にも悟られちゃダメよ。ナノナノ、わかったわね。はい、ナノだ。なら行きなさい。了解なのだ。ロゼルはブリッジで高速リンク式システムのチェック。了解。辛い戦いだな。ええ、その意味が今はわかります。